はい、皆さん、大茶会魔導士と申します。今回は夏休み、特別企画、マジック教えます。第2弾、イエイ！で、今回は、まあ、前回は、エースが全て揃うマジックだったんですけど、今回は、カード当てるマジックをちょっと教えていきたいなと思います。はい。それでは、ここに、4枚のエースがあり、7があります。はい。で、今から、好きなカード1枚取ってもらいます。じゃあ、これで。いいですか？まあまあ、見ました。で、今から、一番いい手を見せます。はい。このカード。スペードと、クラブと、ハートと、ダイヤ。お客さんが選んだのは、ダイヤの7ですね。はい、というマジックです。はい。で、これは、もう種明かしは、というか、やり方は簡単です。さっきのマジック、ま、なんか違和感ないですか？ハートの7、クラブの7、スペードの7、ダイヤの7。これ実は、これだけ、ここの真ん中が上に行ってるんですね。下、下、下、上。つまりどういうことかと言いますと、まず最初に、すべて、上向きにしてます。で、1枚、好きなカード選んでもらいます。はい。この時、お客さんは、このカードを見ています。その間に、自分は、この左手に持っているカード、あとの3枚のカードを、1回転します。そうするとどうなるかというと、はい。全部下になりますよね、真ん中。これが、真ん中が。つまり、その状態で、上に乗せて混ぜたらどうなるかというと、まあ、わかりますよね。選んでもらったカード以外は全部下になる。つまり仲間外れを探すと、選んでもらったカードになるというマジックです。で、これの、まあ、応用編じゃないんですけど、つまり、ひっくり返したときに、ひっくり返したときに、ひっくり返ったんだってわかるカードであれば、別に7じゃなくてもいいです。つまり、これは7、4種類やったんですけど、例えば、ジョーカー。これもひっくり返したらもう一発でわかると。あともう一個。エース。これもね、ひっくり返ったらわかる。で、他にも、偶数だったら、一例を除いたら、ほとんどいきます。スペードの3、真ん中を見て、このマークをだけ見て、逆、もしくは逆じゃないっていう風にわかると。見やすいのはこれです。スペードのエース、ジョーカー。で、7。全部、全種類。で、このマジックに適さないものがあります。まず1個。まず1個。これ、絵柄。11、12、13。これは、逆さにしても、しなくても、わからない。だから、これは、使っちゃダメ。もう一個。偶数。なんでかっていうと、まあ、当然ね、二つこう、1234。まあ、6やったら、123456になる。真ん中がなくなると。そしたら、ひっくり返しても、ひっくり返さなくてもわからない。だから、偶数も使えない。だから、2と4と6と8と10は使えない。で、次。じゃあ、奇数だったら、だから1と3と5と7と7だったらいけるんかというと、一つだけ例外がある。それは数字じゃない。マーク。それはダイヤ。まあ見てほしいんやけど、真ん中。これは、逆さにしてもわかんないよね。ダイヤは、もう上と下はどっちも一緒やから。でも、もしこれがスペードの5やったらいける。なんでかっていうと真ん中を見たら、
構逆さにいきよ。だから、こう練習してうまくいったら、こんだけ。さっき4枚あるから、正直勘でしょって言われるかもしれないけど、多ければ多いほど、それが、まあ、凄さが際立つ。まあ、だからさっきのマジックで言うと、1,2,3,4,5,6,7,8 枚でもいける。ある、今の、入れてはダメなやつを除けば、除いたやつやったらもう、10枚でも20枚でも全部いける。だから気をつけてほしいのは、ダイヤは、7以外のダイヤは使わない方がいい。あとは、奇数だったら、スペード、ハート、クローバーだったら、奇数でも大丈夫。で、偶数は全部ダメ。多分、レイガーもあると思うけど、もう全部ダメ。で、あとは、13とか11とかの、その絵柄。これだよね。それを気をつけてくれたら、もう、1,2,3,4,5,6,7,8 枚でもいけると。だから、でも、まあ、52枚トランプってあるわけよ。で、その中カード当てますっていう感じになって、その中から8枚ってなっても、正直凄さが、ザ全部やれよって、なんでせえへんねんって話になっちゃうから、そこはちょっと一つ、俺はこうするかなっていうやつが一個あって、これをメンタルマジックにすり替えるという作戦。どういうことかっていうと、まあ、さっきはちょっと簡単にやったからあれやったけど、1枚選んでくださいって選ばせます。まあ、好きなカードこう見せて、そっから1枚好きなカード選ばせます。当然これはマジシャンには、自分は見ない。まあ、わかりやすいスペードのエース。で、見てる間に逆さにすると。で、この状態で混ぜると。混ぜる。で、1枚1枚出します。あ、おー、いいな、いい。これはちょっと、だから、下。あ、上になっちゃった。よし。テイク2でーす。はい。はい、エースが選ばれたって言ってる間に逆にする。はい。で、一番上に置く。そうすると、まあ、軽く混ぜると。そうするとどうなるかというと、まあ、当然、スペードの位置だけが仲間外れだと。ね、ジョーカー下やし、これも下やし、でも、スペードだけは上だと。で、その時に一枚一枚、こうの、置いときます。はい。で、この中で選んだカードがありますね。で、今から指をさしていきます。あなたはこれを選びましたか、これを選びましたかって言って、僕は、まあ、嘘でもいいんで、はいか、いいかでお願いしますと言います。はい。このカードですね。まあ、はい、いいえ。はい。はい。いいえ。いいえ。はい。はい。はい。で、今のように分かりました。あなたの顔色を見ていました。その中で唯一、一つだけ、反応が違うかったカードがありました。そのカードは、エースです。っていう風にやると、まあ、数枚でも、なんとなく、理由付けができるかなとは思います。で、そうな、多分ね、ほとんどの人はね、これを、まあ、僕の動画を全部見てくれたら、最初に、現象を、先に言わないって言って、言ってるじゃんって思う人もいるんですけど、あれは本当の現象をやった場合ですよ。例えば、カード当てるマジックをしますって言って、カード当てちゃうよりも当てるのは、それは予想通りの結果になっちゃうからなんだと。例えば、カードを当てるって言って、一回、実はカード当たってなくて別のマジックやったって、って言うんだったら、逆に言うことによってお客さんを予想外、マジでって、こう思ってたのに違うっていう風にいけるから、その嘘の、ネタバレはいいかなと思ってます。はい。で、まあ、話がずれましたが、もう一回チェックです。もう一回、念押しなんですけど、使えるカード、7は絶対使えます。で、ダイヤを除く奇数のカードも使えます。ジョーカー、エースも使えます。スペードのエースも使えます。
絵柄とダイヤはほとんど使え、絵柄も全部使えない。ダイヤも7以外は全部使えないので注意してください。はい。これが分かれば、あなたもカードを当てるマジック、完璧にできると思います。はい。ということで、今回はここまで。それではまたお会いしましょう。それでは、バイ、チャー。